中、ご来場の皆様に阿波踊りの楽しさを体験していただく時間もございます。それでは阿波徳島の伝統芸能阿波踊りの開演でございます。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。こんにちは。こんにちは。はい、ようこそ阿波踊り会館にお越しいただき誠にありがとうございます。私どもですね、阿波踊り会館専属連の阿波の風と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私どもですね、阿波の風なんですけれども、朝は1回ですね、昼から3回、計4回ですね、1日ですね、こちらの2階のホールで阿波踊りを披露しております。で、この後ですね、夜の8時からはですね、徳島市の有名連の方が、日替わりでですね、この2階のホールで阿波踊りをですね、披露しております。ですので、この2階のホールはですね、おお元気ですね、2階のホールはですね、阿波踊りしかやっておりません。はい、それではですね、皆さんもですね、この40分間ですね、阿波踊り三昧でですね、楽しんでいただこうという仕事になっておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、何をこの40分間やるかと申しますと、まず初めにですね、阿波踊りの歴史をたどっていただこうと思います。3世代のですね、阿波踊りをまず見ていただきます。まず初めにですね、古風な踊りで、戦後間もなくの踊りと、現代の踊りを2種類ばかりですね、見ていただこうと思いますので、どのように変わっていくかというですね、違いを楽しんでいただければなと思います。で、その後ですね、何者紹介ですね、挟みまして、皆さんの出番です。阿波踊りのレッスンがございますので、ぜひともですね、阿波踊り体験して、帰っていただければなと思います。で、その後ですね、10分少々、私どものオリジナルステージでお楽しみいただいた40分間となりますので、お願いします。でですね、この阿波踊りなんですけれども、生の阿波踊りをですね、皆さん見たことあるって方、今回結構いらっしゃるんですね。はい、じゃあ踊られたことあるって方、あ、じゃあ出てきて踊ってみて。学生時代の大学の連で来たから。ああ、そうなんですね。はい、今年はじゃあ踊るの、もう春からいい。そうなんですか。はい、じゃあまたですね、皆さん、他の皆さんはですね、このレッスンがありますので、ぜひですね、レッスンを受けていただいて、こちらのステージの方にですね、踊り込んできていただきたいと思います。はい、それではですね、まずはじめに3世代のですね、阿波踊りをですね、見ていただきたいと思います。お願いします。
昔の古風な踊りですね、櫓を建てましてその周りをこうぐるぐる回るようにですね、まあ、いわゆる盆踊りですね。こちらが阿波踊りの起源と、言われております。で、続きまして見ていただきましたですね、戦後間もなくの踊りはですねガラッと変わりまして自由奔放な元気いっぱいのですね踊りで、だんだんとですね現代の方に近づいていくわけなんですけれども、分岐点がございましてですね、1970年大阪で大阪万博の方がですね開催されましてですね、ここにですね阿波踊りお邪魔させていただきまして、まあ、世界各国から来られるですねお客様に対してどのように、楽しんでいただくかっていうのをですね試行錯誤した結果ですね、まあ、かっこいい見せる踊りにですねだんだんとですね進化していっております。で、今も発展途上だというのもございます。で、この阿波踊りなんですけれども2拍子ですね、踊り子は踊っております。で、この二拍子のですね、お囃子のことをですね、総称しまして、ぞめき囃子と、はい、すみません、はい、申しましてですね、このぞめき囃子を奏でていただいている何者が今ずらっと並んでいるわけなんですけれども、今からですね、紹介していきたいと思います。皆様から向かって左端から三味線、はい、ありがとうございます。はい、はい、すみません、笛。鐘、はい、締め太鼓、大太鼓になります。
それではですね、それぞれ音色を聞いていただきたいと思います。まずはじめに三味線からお願いします。
本場徳島の